グナエウス・ポンペイウス・ストラボは、紀元前一世紀前半に活躍した、共和制ローマの政治家、将軍である。ちなみに、ストラボとは、ヤブニラミの意である。グナエウス・ポンペイウス・ストラボは、北イタリアのピケヌームの、人であり、セクスティス・ポンペイウスとルキリアの子である。ストラボには、息子として第一次三島政治の一角であり、カエサルと派を争ったことで有名な、 グナエウス・ポンペイウス・マグヌスが、そして、ポンペイアという娘がいる。ストラボは、紀元前90年に同盟主戦争で、ローマ軍の副官として、翌年には、コンスルとして戦い、この戦争によって台頭した。彼は、アスクルムを占領し、これによって、北部でのイタリア側の抵抗を事実上を終わらせ、この戦争中唯一の外戦式を挙げた。彼は、ピケヌムで集めた軍で、 同盟死戦争を戦ったが、戦争が終わってもその軍を解散せずに2年間維持し、引ケノムで独立勢力を成した。紀元前88年に軍を引き継ぐために送られたコンスルを彼は殺害したが、翌年雷に撃たれて死んだ。彼は生前その軍事力のために恐れられていたが、人々は埋葬の際に彼の遺体を棺から引きずり出して恥かしめた。彼は、 軍事力を背景とした非道で残酷な権力者という悪評を残した。政治面では、ストラボはガリア・キサルピナにラテン市民権を付与するポンペイウス法を成立させ、この地域との非護関係を確立した。また、コムムに植民地を建設した。ありがとうございます。